やん。早くね、動画回して5秒。開けてみて計測するかしないか、はい、開始5秒でゲットしたくじ、せーの、で4等いつもの。でもポケカーポケカーあるんやった。ポケモンカードやな。1個だけしかないんか。でもあの奥のやつはポケカーじゃないもん。遊戯王かあれ。ほんまにさ、ずっと確率来てるんやったら、そう、この1回で分かるよな、チャンスある。いや、まずあの掘り出し作業やな。あの1個だけあそこあるよ。なんか話してないねん。でもアームがそのまんまやねん。奥できるんだね。カプセルがずっと永遠につかめるんやったらチャンスやな。チャンスやな。でも話してなかったで、さっきの時ちょっと難しい。当たりがもこれ、多分この手前のなんかとかそんなん入ってんの。やり方としては入ってますよって、うん、出ました。格好嘘やな。ただ下がらへんな。あ、出てきた。めっちゃ掴んでんですよ。何気にさ、押してくれんの。あ、これ絶対さんやろ。絶対行くの。グググ。いやでも何回も押せそうやな。押した。でこれは4等と。なんかいっぱいあるけど、とりあえず一旦カプセルで行こうぜ。よし。予想4。3に期待したい。ほら、4等。でてれカプセルのあれで決まってたりとかするんかな。いや、さっき最初に撮ったやつ何青やった。いや、あの違う、サイズがあの上下で色が違うか、一色で決まってるか。あ、でも俺らが今撮ってんのは緑だけとかさ、あの手前の赤、ピンクだけとかや。落とすな。でもいけるいけるいける。あれは狙える。取れって言ってるやん。取らなあかんで。取らなあかん。これ、あ、でも2本か。あぶね。問題ない。あ、位置が悪いな。ちょっともう1球必要。あの、ごめん。あ、そっちの俺頼んだ。そうこの店やろ。あ、いいんじゃん。あ、そう、確率や。いけるいけるいける。こう狙います。いや、来た。もう確率常足してるんで。そう、確率は常足してるから。そう、絶対左に転がれ。お、でも別にこれで OK。 ただ貯めようか。3つごとに貯める。3つごとに当てる。来た。お、来たっしょ。いや、落とした。いやでも笑い声だけかな。来た。これ達成してるもん。常に来てる。常に来てるもん。これでまた青透明来い。もう一押し。いや、多分カプセルには3と4しか入ってんの。カプセルがあるんです。来た。でもこれで出てくるから、まあ、あの下にももう一個あった。なんかな、いっぱいあんねん。いっぱいあるよな。気になるのがこれ。この青シリーズ。この青シリーズね。気になるだけやから。今気になるだけ。気になるだけ。取るとは言った。当たりがカプセルに入ってるって俺は信じてるよ。そう、だってな、カプセルの確定演出してくれてんねんから。そう、カプセルの中は当たる確定。あんなの所詮くじや。はい、確定でしょ。確率来てるもん。常に2個いくんちゃう。ワンちゃんいい感じに押してくれたら。押せ。おっと、だいぶいい感じに止めてくれてる。なんか悪いとこ入ったな。まだ下にあるわ、青が。あ、でもめっちゃ下にな。くじを溶かすだけやからな。そう、当たりは任天堂スイッチなんで。そう、はい、オッケー。今に行こう。邪魔やな。とりあえずあの青。うわー、はい、めっちゃ押せるやん。どうする？あれもあれも行って感じする。そうやな。4つで行こうか。落ちそうやもんな。てかワンチャン左のやつも行きそうやし。絶対全部4やん。
うわ、いややば、全部読めない加工整理だんだん見えてきたけどな、行くやろ、はい、待って、ここにもあんねんけど、このすごい、この奥にも緑あるしカプセルめちゃくちゃある、やば、あ、でもいい感じに掘れてきて、あ、1個今2000円ぐらい出たから、まあ、青の横にあんのか、そうだね、思ったよりな、下にな、邪魔してんねん、うん、ほら、うん、あ、そういうことか、当たんのか、当たんねん、とりあえず3個のカプセルが落ちました、ね、で、今んとここれが、どれや、あ、全部同じか、やったらもうこれはなんで、テープで止まってんの、テープで止まってんの、テープで止まってんの、待って、なんか、あ、閉まったね、うわー、4等や、雑用がかりな、効率のいいやり方しかしてんじゃない、そうや片方が外れる、あー、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい、これ見てこれ、このカプセル、なんか色味はあれやけど、ちっちゃいで、なんかちっちゃいで、これ2等ちゃう、3等ちゃう、3等なんか希望を持ってるようで持ってないよ、うわ、やっぱこれマジで下にめちゃくちゃ隠れてるカプセルが、でっか、うわー、つかめんな、やばい、これカプセルまだですか、カプセルまだですあ、くじは全く見えへん、あの、さっきから外れに入っとったやつ、うん、最初の見たような、うん、あ、ような、あ、これは、はい、おめでとう、で、これが透明かつ色付きのやつに入ってます、はい、おめでとう、ってことは、確定です、はい、おめでとう良いやん、はい、おめでとう、これ重ねるだけでいいよな、こんなんでいいよな、雪を俺ルール知らんねんけど、俺もだってやっとったのめっちゃ昔やからな、シンクロしか分からない、シンクロカード当ててや、え、ポケモンなんか鳥の方がよくない、じゃあこれどういうパッチなのかもいまいち分からない、こうする、うん、はい、多分最後はこの血のレアが当たるぐらいは分かるで、さすがにとりあえず光ってたらいいやろ、そういうことやな、はい、まあまあ作業かな、ポケカーは分かるのかって、あ、そうなの、いや、分かるの、え、俺、うん、価値は価値は分かる、強いとかは知らん、叩かれるわあ、待ってた、ブルーの探索、あれはやばい、はい、多分適当にいいよ、なしよな、光ってないの、うん、サーチされてんねよ、ここがめっちゃ綺麗に開いた、これ何、これが多分ウルトラレア、ウルトラ、ウルトラちゃう、ウルトラってあれか、何しか、これは当たりなのかな、後で調べよう、じゃあ本番、はい、光で分かっちゃうからちょっと裏にしたい、真ん中やんな、でも入ってる、あの後ろから2番目、これ最後に持っていくじゃん、どうも 1枚しかなかったからな、うん、元々1パックしかなかった、ボルトロスで、うん、おっと、いやいや光が見えます、はい、残念、開きな